最後、危機管理のプロフェッショナルとして活動している身だ。危機管理のプロ？うん。君は最近の日本に迫っている危機と聞いて何を連想する？日本に迫ってる危機、わからんな。何なんだそれは。言ってしまえば平和ボケだ。今の日本人は平和の上にあぐらをかいている。私は中東を中心に傭兵として戦ってきた。多くの敵と味方が死んでいく姿を見てきたんだ。そんな私から見れば、今の日本人は誰も彼も皆無警戒すぎる。危機意識が足りなさすぎるのだ。ほう。だから私はそんな隙だらけの日本人に危機管理を学ばせる活動をし続けているのだ。で、その危機管理のプロがなんでこんなところで生き倒れてたんだ。まあ簡単に言ってしまうと貧血だな。実は私はより大きな危機に対応できるように最強の護身術を完成させるための旅に出たのだ。最強の護身術？うん。私は世界各国を回り、さまざまな格闘技を体に叩き込み、最強の護身術を仕上げていった。だがその途中で金が底をついてな、志半ばにして泣く泣く日本に帰ってきたのだ。危機管理のプロならもう少し計画的に動けよな。しかし途中で戻ってきてしまったせいで、私の最強の護身術はまだ完成できていない。かといって世界にまた出向く金もない。どうすればいいか正直悩んでいるのだ。よくわからんが、海外に行けないなら近場で済ませるしかないんじゃないか。近場で済ますか。さすが桐生君、まさにその通りだな。金がない私としては、この尾道近辺で私の護身術完成に付き合ってくれる人間を探すしかない。まあそんな奴いるかわからんがな。そうかね。どこかにいないかね。俺はやらないぜ。まあそう水臭いことを言うな。君は日本の未来が心配じゃないのか。私の護身術が完成するということは、多くの人々を危険から守ることにもつながるんだぞ。素晴らしい人助けだと思うんかね。別に思わん。この分からずやめ。カモン。ならば無理やりにでも付き合わせるのに。何？おいおい待てよ。甘いぞ桐生君。世界各国を回ってきたが、こんな相手はそうそういなかったぞ。これは最高の相方を見つけられたな。相方？まさかお前また付き合わせる気じゃないだろうな。よくわかってるじゃないか桐生君。その通りだよ。君と戦っていると自分に足りない動きをいろいろと深く学ぶことができそうだ。今後も私と戦って私の護身術完成に協力してもらいたい。だが嫌だと言っても私は諦めないぞ。それどころか協力してくれないとストーキングとかしちゃうかもしれんぞ。それでもいいのかね。それは嫌だな。たく仕方ねえな。分かったよ。暇な時にでも相手になってやるよ。いい心がけだ。君の決断が危機管理業界の未来を光で照らすだろう。では今日はこれにて、また近々手合わせ願うとしよう。それではさらばだ。
また変なことに巻き込まれちまったな。だがあいつも一応危機管理のプロらしいからな。俺も学べるところは奴から学ぶとしよう。うわっ、犬の糞を踏んでしまった。